よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではですね、甲斐先生、スクーに初登壇ということでありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、皆さんに自己紹介から参りましょうか。はい、分かりました。接客英語専門、出張英語スクールマリアの甲斐直美と申します。私はですね、カナダのモントリオールで生まれ育ちまして、28歳に日本に来たんですけれども、カナダの方では、モントリオール大学の、ですね、A2 大学院修士課程を、はい、卒業しまして、それで日本に来まして、日本語の日英翻訳を勉強して、はい、それで、まあですね、いろんなあの会社に応募して、今は NHK の、 あのいろんなドキュメンタリーですか、はい、あのダーウィンが来たとか、ワイルドライフの、字幕とか、はい、ナレーション翻訳をやってるんですけども、それと、去年からですか、接客英語専門の企業研修を、やっております。はい、はい、こちらのプロフィールにありますが、はい、6カ国語をマスターして。そうなんですよ。大学卒業するまでは6カ国語をマスターしたんですけれども、今はもう日本語、英語、フランス語だけです。でもトライリンガルですか。トライリンガルで、はい、一応トライリンガルで、はい、撮ってます。かっこいいですね。はい、ちょっといろいろその文化の違いとかも教えていただきたいなと思います。あ、そうですね、はい、はい、あの東さんがですね、はい、コメントで英語は自信ないんですが好きですと、頑張って勉強したいですっていう、この好きっていうモチベーションはかなり大事ですよね。そうですよね。好きっていうと、あとなぜ英語を勉強したいのかとかっていうのも、ね、はい、大事ですよね。なるほど、明確に持っていきたいと思います。はい、では今日からよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、ではですね、この授業ですが3回予定しているんですけれども、はい、ちょっとまずどんな人におすすめなのかというのと、どんな授業なのか先生から教えていただきたいと思います。はい、まずですね、授業の目標なんですけれども、こんな人におすすめします。まずはですね、英語を学ぼうと思うけれども続かない、こういう人多いですよね。多いです。そうかもしれないですよね。いろんな学校に通っていろんな教材を使うけれども続かない。次はですね、英語を使う機会がないので自分には必要がないって思ってる人、うん、はい、はい、まあ、そういう人もいると思います。うんうん、毎日の生活にストレスや疲れを感じている人にもおすすめなんです。で、これは何だろう、 これだけ読むと直接英語に何が関係があるのとかって思われるかもしれないんですけども、はい、実は日本人は雑談英語が必要だと私は感じてます。なるほど、はい、はい、でこんな授業です。アメリカンジョークや日本人が誤用するしがちな英語表現を例に、英語でコミュニケーションを取る上で最低限必要となる英語的な思考方法を理解する、はい、うんうんうん、で直訳ではない伝わる英語、なるほど、身につけるっていうことですね。はい、はい、伝わる英語。そうね、日本人の方は、うん、英語を勉強するときに結構頭の中で日本語で考えて、はい、それを翻訳してで英語を出すっていうパターンが多いですよね。でもそうするとやっぱり伝わらない英語になってとなって出てくることが多いので、うんうん、伝わる英語を学んでいきましょうということですね。なるほどです。はい、じゃあ今日からまずはその文法とかそういうきっちり単語を覚えるっていうことじゃなくて、考え方、英語思考っていうところに入っていくわけですね。そうなんです。私日本語で文法の説明はできないので向こうで生まれ育ってやっぱり日本語で副詞とか漢詞とかそういう話はもう全然できないので、はい、期待しないでください。でもないです。はい、じゃあちょっと違うところでいろいろ教えていただきたいと思います。スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。